来るか来ないか分からんけど、まあそのくらいの時、まあフォークギター、正月のガレージセッションで、まあエレキ持ち込んで正月にガンガンやってたら、近所の人から迷惑から、アコースティックギターと、まあベースはまあカラオケの、昔カラオケのスピーカー付きのカラオケ8トラ入れるやつあったやん。8トラって分かるかな？まあ、でっかいさ、カラオケ の音源があるのね。オケだけ入った。まあ、8トラっていうのがあって、8トラを突っ込んでやるんだけど、そこには入力端子があるから、ベースの人が、ベースの、ケーブルを8トラに、8トラっていうか、まあ、カラオケのスピーカーにぶっ込んで、で、ベース、ベアにして弾いて、まあ、結構、まあ、それが気に入ってたらしいんだけど、まあ俺はアコギで、でマイク1本か2本だけ立ててね。で、あとコンガとボンゴ入って、で、2トラックに録音して、その後、秋が2トラック、4トラックのカセットテープレコーダーだったから、4トラのカセットレコーダー、4トラっていうか、ポータブルのタコがあったんだけど、レコーディングミキサーが、まあ昔ね、ティアックだから、タスカムだから、ティアックだから、まあその、カセットテープ入れて、やる録音機材で録音してた。だから、正月セッションだったんだけど、まあその、ギターはもうガヒンとこう、アンプ通してやってたら、もう絶対正月だったら叱られるなっていう感じだったから、まあ、フォークギターを持ってやったんだな。で、まあ、それらしい曲を、何日か前に即興で作っとこうという、まあ、やっつけ仕事でね。で、まあ、ビートルズのストロベリーフィールズフォーエバーってあるじゃん。ここだけ、耳コピできて、
こけてるバンドがあって、トゥモローって言って、イエスっていうギタリスト、あの、ロックバンドがあるじゃん。イエス。イエスは、ノーノ、イエス。英国のイエスってバンドがあるんだけど、プログレッシブロックで、あの、イエスのギタリストのスティーブ・ハウっていうのが昔組んでたバンドのトゥモローってバンドが、ビートルズのストロベリーホイバーを、ビートルズバージョンはあれメロトロンでここやってこのフレーズやってるのね。そうね。だけどスティーブハウはもう全編ギターでカバーしたんだよ、あのストロベリーホイバーをね。トゥモローってバンドが、ね、トゥモローっていうバンドでスティーブハウがギターでストロベリーフィールズホイバーをやった。あとは忘れた。で、まあそこら辺、それを聞きながら、ここら辺押さえてるんだなっていうのを俺が耳コピして、それをもうちょっとアレンジして、あ、これっていうのは、こうでしょ？それで、今度こうなるよね。こうなのが、ここ。ここが半音下がって、ここになるよね。で、今度はこのポジションね。ここと、あとここ。これで三角、中指で、ここを押さえて、ここと、ここ。中指でここを押さえて、薬指で、2弦を押さえて、人差し指で1弦、半音下げて。こういうの、まあ、半音ずつ低音が下がったり、高音が下がったり、上がったりとか。クリシエって前も言ったけど、まあフレンチポップスがよくやってたんだけど、まあその手法をポール・マッカートニーやジョン・レノンが応用してビートルズに、フレンチポップス、フレンチジャズとかフレンチポップスはこういうクリシエっていう半音ずつ下がる。フレンチジャズとかフレンチポップス、フランス人のね、それをビートルズが応用して、ストロベリーフィールズホイバーとか他のビートルズの曲にもやってんだけど、ポールの曲やジョンの曲であるんだけど、まあ、ジョンの曲だったらストロベリーフィールズホイバー、このコード進行をちょっとリズムを変えて、ちょっとあの表紙と拍も変えたから、同じ表紙だったりする、表紙そのままコピーしたらパクリ盗作になるんで、別のあのリズム表紙の長さを変えるのね。そうすると小説をね、小説の長さとか表紙の長さを変えると、まあパクリコード進行は一緒でもあの音符が違うから、あのパクリっていうかその盗作にはならないんだよね、法律上ね。今のところはそうだったと思う、その時点ではそうだったと思うんだよ。ボンの目玉のコンタクトレンズ外さないまま眠ってしまった夢の中でもオフを夢の中でもオフを直す夢を見てた目覚ましが鳴ってる本ボロ傘であんなにも振られちゃ
フレンチポップス、フレンチジャズやフレンチポップスを応用したブリティッシュポップスというかブリティッシュロックのコピーをやったんだけど、当時はあんまりどういうかな、録音状態も悪かったし、ちょっとやっつけ、いきなりもう本番だったからできなかったんだね。いいよね、リズムが合わなかったし、リハーサルももう一曲ずつ、一日一曲リハーサルする暇もなくて、その日のうちに俺が曲をやってみて、で、こういうベースできるかなっていうのを、まあ、10分、20分、30分ぐらいやってみて、それで撮って、2、3回撮って、その中でオッケーテイクを選んでたから、まあ、成功の録音ではなかったし、まあ、あと、そのデモテープのみで、ミックスダウン、後のメンバーはもう結婚してて、子供がいたりとか、まあ、彼女がいたりとか、まあ、奥さんがいたりとかしてるから、まあ、それぞれの生活があったんで、俺が一人部屋でミックスダウンして、それにエフェクターかけたりとか、他の楽器の音を入れて、キーボード入れたりとかして、完成させたんだけど、まあ元の演奏が大したことなかったから、じっくりリハーサルっていうか丁寧に録音できなかったし、マイクの位置も良かったから、まあそれがこうそうしたのかどうなのかは分かんないんだけど、意外と評判良かったのか悪かったのか、まあいいねって言ってくれる人もいたんだけど、これ出しちゃうっていう、まあ出してデモテープだから、デモテープをいろんな人に送ったんだな、知り合いに、知り合いっていうか、まあ業界と通じてるかどうかは分かんないんだけど、まあ通じてそうな人もいたのかもしれない。でまあいろんな人に渡したから、誰がどこで聞いたか分かんないし、東京で聞いたやつがいたのか、大阪で聞いたやつがいたのか、他の国で聞いたやつがいたのか、まあそのサウンドのミックスダウンのエフェクトの処理の仕方とかも、まあ偶然も多かったし、その当時の機材もあるし、マイクの立て方も実は失敗を逆に利用したっていうのがあるから、不思議な音だったんじゃないかなとは思うんだけど、まああれを再現するのも難しいけど、再現っていうか同じような音環境を再現するのも難しいんだけど、演奏版もマシにできるとは思うけど、メンツが準備さえ受けてくれだけど、同じ手触りにはなんないし、リズムがちゃんと合ってなかったから、ちょっと早回しにしたんだよ。だから俺の地声と違うでしょ。違うでしょっていうか、オリジナルのデモテープ聞いた人は、なんか同じ人かなと思うんだけど、回転数変えたんだよ、早く。そうすると声が高くなる。だから、少年か、なんか少女のような声になって、可愛らしい子供か、そういう、そんな声になって、意外とキュートに聞こえたかもしれないけど、まあ当時でも27、8だったから、20年前、25年前か、28、7、8、9、まあそこら辺だったと思うんだけど、まあその年のまあいい兄ちゃんの声を回転数早くしたら、意外とキュートな少年っぽい声になっちゃったみたいな。Thank you.